西武渡辺久信監督代行が退団へ、新体制発表間近。西武の渡辺久信 GM 兼監督代行が退団を決意し、関係者に伝えました。成績不振で松井和夫監督が休養中、渡辺氏は代行を務めましたが再開に終わりました。球団から別ポストの提案もありましたが、けじめをつける形で退団します。シーズン終了後、西口文也氏が一軍監督に就任し、新体制で25年シーズンを迎えます。みんなの反応。松井監督が休養した後、監督代行としてチームを立て直そうと頑張りました。財政面の問題もあり、敗戦の責任を一身に受け続けましたが、恨み事を言わずに努力されました。最後には退任することで責任を取り、プロとしての姿勢を示してくれました。本当にお疲れ様でした。また現場に戻ってくることを心から願っています。資金難の中、選手や松井監督、渡辺監督代行が頑張ったけど状況は改善しなかった。松井監督と渡辺監督代行、お疲れ様でした。今後は後藤オーナーがどれだけチームを支えるかが鍵。地元民としては選手たちの来シーズンの活躍を祈ってます。子供の頃、新聞社が外野席の無料券を配ってたから、よく試合を見に行ってたんだ。渡辺、秋山、清原、工藤がいた時代の話ね。あの頃の大エースが今は苦しそうな顔してるのは切ないよね。MLB みたいに再建するしかないんじゃないかな。怒られるかもしれないけど、一軍戦は捨てて二軍で若手を育てて、一軍で試してみるのを繰り返す。良いスカウトとファームシステムを作って、数年間育成に力を入れれば、いずれ浮上するかもね。鍋代行、ライオンズ対談するみたいだね。ホーム最終戦のスピーチ聞くと、残る選択肢はなさそうだった。でも、鍋 GM として選手を引き止めた功績は大きいし、またいつかライオンズを助けてほしいな。監督が育成とマネジメント両方できるのは珍しいから、戦力が劣るチームは立て直しに時間がかかるよね。レジェンドを監督にするタイミングも難しいけど、成功すれば観客も増える。今季は巨人とソフトバンクがうまくいったみたい。阪神もレジェンドが監督になるらしいから、どうマネジメントするか注目だね。西武も投手はいいけど野手が弱いから、西口監督がどうするか楽しみ。西武が強いとパリーグも盛り上がるしね。ライオンズ案として、松井監督の休養と渡辺監督代行の挨拶で予感はありました。ベルド最終戦での挨拶はライオンズ愛を感じさせるものでした。18歳からの野球人生で疲れもあるでしょうから、少し休んで野球観戦を楽しんでください。主力野手が FA で流出してチーム運営が厳しくなったね。西武は野手育成が得意だったけど、中心選手が4人も抜けると厳しいよね。来シーズンの巻き返しに期待してるよ。ソフトバンクは昔の西武みたいな位置にいて、最近は親会社の勢いもなくて調子悪い。監督のせいじゃなくて、勢いある企業に買収されて新潟か静岡に移転した方がいいかもね。監督に全責任を押し付けるのはかわいそうで、球団の上層部も責任を取るべきだと思う。今の戦力では誰が監督でも変わらないし、選手が抜けていく現状を変えないと暗黒時代は続くよね。球団が毎日 OB を担ぎ出して潰していくのは見ていられないよね。中心選手が FA で出ていくのを止める対策が必要だと思うし、監督も落合さんや岡田さんみたいに土台を作れる人が必要じゃないかな。今のままだと OB を潰してるだけで、新監督も何とかしたいって思いだけで受けてる感じがする。日ハムみたいに復活を目指してチーム作りをした方がいいと思うよ。松井監督が休養してから代行を務めて大変だったと思う。今は休んでリフレッシュしてほしいね。西武は昔は強かったけど、2000年代に経営が悪くなってからは選手が出ていくばかりで補強も少ない。監督を変えても親会社がもっとお金をかけないと復活は難しいんじゃないかな。渡辺さんが GM を退任するって本当？もしそうならライオンズファンとしてはお疲れ様でしたって気持ちでいっぱいだよね。チームの成績が悪いから責任を取るってことなら仕方ないかもしれないけど、渡辺さん以上に GM を任せられる人が今の西武にいるのか心配だよ。育成入り欲が最近落ちてるから、むしろコーチ陣を変えるべきじゃないかな。ここ4年で3回 B クラス、そのうち2回は再開って、今が暗黒期だよね。限られた予算でどうやっていくのか、新しいフロントに期待したいな。今年の成績には悔しい思いをしているかもしれませんね。以前は1年目で優勝したけど、当時は涌井や岸などの選手が活躍していました。今は投手は揃ってきたけど、打線が課題で今季も改善できませんでした。でも最後の戦い方には少し希望が見えたので、来季に期待しています。
監督代行としても GM としてもお疲れ様でした。今年の編成はあまり良くなかったかもしれませんが、現場に戻って若手を熱心に指導し、試合でも最後まで戦う姿勢を見せてくれて感動しました。数年後には今年育てた若手野手たちがチームの中心となり、 GM が作った強力な投手陣と共に優勝を狙えるチームになると信じています。本当にありがとうございました。まずはゆっくり休んで、また球場でお会いできる日を楽しみにしています。今期の成績は仕方ないですね。渡辺監督代行と松井監督、お疲れ様でした。強いライオンズを知るお二人には立て直しは簡単じゃなかったでしょう。でも若手を使ってくれたので、来季か再来年には成長が期待できそうです。来春からまた全力で応援します。今年のライオンズは4月中旬から調子が悪く、松井さんも辞任されて大変でしたね。野球人生をかけてと言っていたのは退団を示唆していたのかも。これからはファンとしてゆっくりして OB 戦での活躍を楽しみにしています。監督代行が再開決定で辞任を決めたけど、個人的には現場を知ってるから GM 続けてチーム再建してほしいな。他に適任者いないし、西口監督を支えてほしい。西武はパリーグで輝いてたよね。石毛、秋山、工藤、渡辺、清原とスーパースターが揃ってて、野球知らない人も注目してた。復活を祈ってるよ。西武は今年いろいろ大変だったけど、どん底なら後は上がるだけ。新体制でライオンズ復活に期待しよう。投手力はあるから打線の軸が早くできるといいね。渡辺 GM が選手の残留に尽力してくれたので、 GM 職に残ってほしかったです。退団後選手がどれだけ残るか心配です。監督代行が責任を持ち、打線も良くなったので立て直しに貢献したと思います。渡辺 GM の退団は残念だけど仕方ないね。後任は塩崎さんや広池さんが候補だけど、高木大成さんに期待したいな。栗山英樹を監督に迎えるのがいいと思うんだよね。彼、解説者時代はいつも西武ライオンズを優勝予想してたし、相性いいんじゃないかな。球場を完全ドーム化して選手の負担を減らすとか、いろいろ変えなきゃいけないことが多いと思う。西口監督だと手が回らないかも。来年から大きく変わるのは大変だけど、清原2世をドラフトで取って第2のデストラーデを見つけるのが大事かな。辻さんは西武球団から一度離れて外から客観的に見るのもいいかもね。監督や GM として優勝もしたけど、松井和夫を選んだ責任もあるし、ずっと同じ場所にいると視野が狭くなることもあるからね。長期政権じゃないけど、勝ち続けてるわけでもないし、一度リセットするのもありだと思うよ。松井監督の休養は規定路線で、後任は決まってるみたい。個人的には外部からの人が良かったけど、コーチ陣は刷新して一からチームを作り直してほしい。松井監督と渡辺 GM、ありがとうございました。編成担当としての責任を背負って辛い日々を過ごしたけど、それは自業自得でもあるし、球団経営にも責任があるよね。西口を内部昇格させるのは安上がりな手段だけど、他に選択肢がなかったなら仕方ない。でも安易に選んだならチームの大改革は期待できないかも。改革するなら思い切ってやらないと変わらないと思うよ。みんなの反応としては、渡辺久信 GM 兼監督代行の対談に対してお疲れ様でしたという感謝の声が多く、彼の努力とプロとしての姿勢を評価する意見が目立ちます。多くの人が彼の対談を惜しみつつも、今後のライオンズの再建に期待を寄せています。少数意見としては、球団の上層部や親会社の責任を問う声や、チームの再建には長期的な育成と戦略が必要だとする意見も見られます。また過去の栄光を懐かしむ声や、他の球団との比較を通じて西武の現状を憂う意見もあります。当チャンネルの意見としては、渡辺久信監督代行の退団は非常に残念ですが、彼のプロとしての姿勢と努力には敬意を表します。今後の西武ライオンズの再建に期待し、地元ファンとして応援を続けたいと思います。